手帳編集部イケチンです。はい、というわけで今月も始まりました。開店から閉店までパチンコを打ち切る番組パチン。さあ、というわけで今月でございますけども、先に言っておきます、抽選番号が結構悪かったです。ああ、久しぶりに寝台が座れないな、そう諦めていたんですが、ダカ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 、その時にすげえ面白いなと思って、これを閉店まで売ってみたいなと、取れないなと思ったら取れちゃいました。はい、はい、言った通り、今回はピーフィーバーからくりサーカスの方、皆様大好き三強のカスタム、そう先読みレバブル、こちらの2つを入れて終日打ち切っていきたいと思います。果たしてどんな結果になるんでしょうか、お楽しみに。パチピーヒゲブル、そして今のパチピーは先読み。今日も日差しが強い、暑いですね、夏真っ盛りということで、ダダーン、こちらご覧ください、ユニフォームの方を新調しました、後ろ向くぜ、はい、もちろんこれが本日のラッキーアイテムです。頭も、はい、ただね、気合い入れてきたんですけども、本日抽選番号が非常に悪かったんで、まあね、死んだら取れないだろうなと。というわけで何かしら、余ったタイの中からまあいい絵が作れそうな台を選んで座っていきたいと思います。入場です。さあ行きましょう、おはようございます。開いてんの、開いてる、開いてんの、やったやったやった、一度開いてた、ラッキー、やった。さあ行きましょう、フィーバーからくりサーカス、カスタムはこちら、レバブル、ボイフラ、通常時先読み、レディゴー。最近の中でですね、かなり気に入ってる台です。もう収録でもバチコンかなんかで1回打ったな、その後にカメラなしでももう何回か打ってますけども、まあとにかくね、演出が面白い。やっぱり最近の三強さんの台に外れはないです。初当たり 319.9 分の1、突入が 75% です。で、初当たりの 1% だけ3000当たりでございます。で、右のラッシュが、上位ラッシュを持ってるタイプかな、1個目のラッシュ、ここが 60% ループでございます。で、ここで当てた時の半分 50% が3000当たりで、上位ラッシュ、超からくりラッシュに突入、超からくりラッシュは 81% のオール1500、言っちゃえば前にあったバカボン、あれの、1個目のラッシュが継続率がちょっとだけ下がって、上位ラッシュの突入率が上がったタイプかな、言えば分かりやすいか。残保留だけ、ちょっと特殊でございますけども、後ほど。ここまで打ってる中での相性はかなりいいですね。もう3万5000発も出してます。ぶっちゃけ上位ラッシュに入れればもう万発は固いです。で、基本的な演出の紹介に関しては言った通りバチコンで打った時にしてますんで、まあ、そちらをご参照いただければ。で、先読みとレバブル入れてますので、基本的にはもう当たると分かります。軽く紹介しておきますと、まあ、ユニコーンに比べてレバブルも先読みもちょっと期待度も占有率も変わってます。先読みがね、まあ、占有率ステージによって多少違うんですけど、まあ、概ねトータルすると 50% ぐらいです。で、期待度が50半ばぐらいあるから先読み出ずに当たることも結構あります。で、レバブルの占有率が 75% だから大当たり4回に3回はレバブルを経由する。で、出た時の期待とは 95% オーバー、 97% いくつだったっけな。だからね、先読みなしでいきなりレバブルブラブラブラってきたーみたいなのがね、多いと思いきや、先読みだけでも当たったりとかね、なんなら何もなくても当たるみたいなのも大当たり8回に1回あるわけだからね。これがね、なんとかマッチだけじゃないからね、バランスいいんですよ。で、音と演出がいちいちかっこいい。まあ、もういろんな動画上がってるし、導入からちょっと経ってますからね、そこまで細かい紹介はいらないと思います。打ったことがある方も多いんじゃないでしょうか。で、入場の時に軽くご紹介しましたけどもね、今回この新衣装、
これね、天下ショップで一目惚れしました。これじゃんっつって、新衣装の初陣ですからきっちり勝ちたいですよね。で、今日先読みとレバブルのカスタム入れちゃってますけど、入ってない時、入ってない時はね、まあ、基本的に先読み結構絡んで、あの運命工作ゾーンというピンキリエース、これがね数種類あるから、その強いパターンが結構出ます。で、運命工作ゾーンも超っていうね、ちょっと上位版があるんで、その辺絡んで、でリーチ結構いっぱいありますけども、最強 SP っていうね、ナルミとマサルそれぞれにあるリーチなんですけど、そこに行って当たることが多いですね。それでだから4大の注目みたいなのを紹介しておくとですね、まず先読みのカミング予告あんま出ないです、気にしなくていいです。あとはね、軍ね、リーチみたいな時に出てくる奥から来るんだけど、あれはね強い。で、背中を守るもの予告ね、出たら嬉しいぐらいで、4大注目で一番重要なのが激赤柄ですね。今回から搭載された金と赤のチェックの柄、まあ、今まで赤が厚くてで金が激厚みたいだったじゃないですか、まあ、厚いのって1個でいいじゃんってことで、赤と金が合体してその間ぐらいの期待となってます。だから保留でも 75% ぐらいあったりとかね、まあ、その上に一応フルーツ柄もあるけど、カスタム入れてても当たるまでの中でそんな変わんないから、それがもうより顕著になる感じ。いやー、でもカラクリ取れると思わなかったな。一回バチコンで打ってたからかね、みんな違うと思ったんでしょうかね、狙ってるの。逆にね、ガンツとかが埋まってたね。計算ガンツかと思いましたって言われたもんな、打ってる人に。今日朝から来てる方のお話聞いてて分かったんですけど、みんな僕が打とうとしてる台狙ってるんですよ。全然好きな台打っていいですけど、やめてよもう。今日カメラセットしてる間店内見て回りましたけど、今日はね、いろんな台がストレスグリーンっぽかったです。あー、ブルった早い早い、優勝ブルブル、もうね、ブルったら手離して大丈夫です。そんな意識するほどの演出はないです、大丈夫です、当たりますから。パンタローネの赤タイトル、もう最強 SP はいかなかったですけども、レバブルが絡んでればどれでも当たると思ってください、大丈夫、特にチャンスパターンもなくても大丈夫です。あれ、これ足んなくねえでも多分通ります。サンラインか、早かったね、57回転。俺通常もほとんど引いたことないからね、緑カットイン今のところほぼラッシュに入れてます。本当に 75% なのというぐらい右行くんですよ。ハッチピーで久しぶりに速く当たったね、かっこいいな、この最後のレインボーがな、まあ、ここで並んでなくても大丈夫です。全員死後行く、本当は完全告知派だけどね。おお、1500機だからな、これがでかいよ、とりあえず当てれば1500だから、駆け抜けたって。1人目だね、あ、リーゼちょっと50何番だったかな、アジハナさんだったらちょっと期待だ、もうここまで来たら大丈夫でしょう。結構引っ張んのよこれ、嘘、マジかよ、ほとんど通してきたって言ってたのに、一発目から。長い戦いですから、こんなのも楽しんでいきましょう。一応あのチャンスアップパターン出しておきます、1人目と3人目覚えておくといいけどね、復活ないの、ないんだ、あー通常、マジか、普通だったら通常引いたら悔しいじゃないですか、ニコニコしてるでしょ、そうなんです、それぐらい気に入ってるんです、今みたいな感じよ、急なレバブルね。でもさ、あのバカボンの時もそうでしたけど、この上位ラッシュがあるタイプのこの2種機、1500オールの2種機、なんか好き嫌いがめちゃくちゃ分かれるよね、正直僕バカボン苦手でしたからね。だからなんとかなるビジョンが頭にあのできれば好きになるんでしょうね。パチンコはね、結局スペックだなっていう方多いです、まあ、ごもっともなんですけど、なんだかんだ言って演出も大事だなと、そう思わせる方大ですね。
さあそして一つ覚えておいてほしい演出法則でございますけども、マサルのステージからナレミのリーチに発展、ナレミ今これねナレミのステージ、そのナレミのステージからマサルのリーチに発展、これあの演出矛盾で当たりますちょいちょい出るからね、覚えておくとね発展した時おーってなるよ。いや本当に三強さんだよ、ステージ性能がいいですね。おーもうブーブーいった、もうブーよもうブー、すごい。今日どうしたの、ねえ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 、あれ伝説残しちゃいます、あら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 、いいんですかこれね、梅子作造で、ミンシアとコロンビーヌだけはこの溜まった個数キュー、デフォーが5でこれね、で、チャンスパターンが8プラス3って出てくる。トランク最後5個ね、まあ、当たるときは大体いろんなものが赤までいきます、イルミも赤までいくんじゃないですか、歯車がほら赤までいったでしょ、当たるときは大体こうです。蝶はいかなかったですね、カプタン本当は弱いですけどね、これレバブルなければもう弱えなって言ってたことですけど、さすがにまだメモっちゃダメか、先読みレバブルですからね、アレルカン出て、あと1個ハグルーム、この後のハグルーム の炎がバーンってなるやつね、あテロップの姿、ここでテロップなんだ、まあ、普通だったら外れたねって言ってるぐらいの騒ぐようなリーチではございませんけども、カスタムレバブル入っておりますよ、 97%。 今日1日であのレバブルも1回外しておきたい、カットイン周り緑だけどあるだけ OK です、大丈夫でしょう、はいはいはい、それぐらいレバブルは強いです、安心してください。57 2回連続57回転6ずからね、手が通しございません、総投資3本のままでございます。はいはいはい、7ラッシュラッシュラッシュ、ここで7が出なかった時の期待度が何発だっけ、ないわ、残りユニコートシーに 40% ぐらいやってたかな、正確なのはテロップ出してきます、まあまあ7も出ます、でも出なくても全然大丈夫、ほんとバランスいい、すごいアタッカーですねこれね、ユニコーンのね、これ最高のアタッカーですよ、でこのずっぽし一旦もボケてあるんで別に打ちっぱなしでも問題ございません、めんどくさかったらね、 V ニュースのガスぐらいだったらもう打ちっぱで大丈夫です、ほぼこぼれないから。さあそして、この後の回ラッシュ37回転プラス3保留4回転トータル60%ぐらいですけども、ここは最悪スルーしてもいい、当てた時の 50% は逃しちゃダメ、カラクリサーカスって重要なのそこだから、ここは最悪逃してもいい、あ緑と緑か、そんな強くねえんだよな、あ赤、さあ期待しましょう、2点発展したら基本ショータイムですけどね、あそれ2番目4点パイ以上4ライン以上、3はね、そんな向きにならずに見守りましょう、そうそう当たりません、やっぱ4位よね、2は外しちゃダメ、即当たりも気持ちいいのよね、ブルリブルブルしてるよ、だってさあ捕まえました 60% エバブル、あ7点加藤は、発展した時点で濃厚です、何ラインでも大丈夫です、はい正解 OK で、この回ラッシュ中のレインボーとか出た場合、あと V フラ
これはですね、あの上位ラッシュで確定です。3000確定。この当たり紙は抜きですよ。いやー気持ちいい、楽しい、ここ楽しいよ、ここここ一番気持ちいいとこ。7だけど気持ちいい、これね。さあ捕まえました、 50% これで3000もらえるから、だから一発目で入れましたけど、この時点で4500発、こっから81%ループの1500ゴールに突入ですからね。いやマジで相性いい、でもここ入れれれば万発みたいなもんですから、見ててください。 OK 15回転確かね、青山亮ちゃんが収録でこの手止めて打ち出して球詰まって V 逃したなったんで、本当に三強さんのこの右は球損しないんで、打ちっぱなしにしてるのが一番いいと思います。確かにたまにこぼれるよ、たまに。でも V 逃すのに比べたらもうマジで鼻くそみたいなもんだから、周りの人がこいつずっと打ちっぱなしにしてるよっていう目で見るかもしれません。全然気にしなくていいと思います。俺は打ちっぱが、この右は打ちっぱが正義だと思います。最後にね、こう出玉が早すぎてさ、大当たり終わった後も出続けるじゃない。で初め大当たりの出玉が出て、その後にこの1玉返し分の出玉がポツポツ出るんだけど、それも長くなって余韻に浸れるからね、俺は好きなんだよね。さあ3000どこまでいくでしょうか。目標は最低万発。そうからくりラッシュ、これね3段階で演出 の信頼度と頻度が変わります。初めはもうこのね、あの底当たりがメインです。で途中から演出発展が増えてきて、で演出の信頼度なんかもですね、回転数で変わってきます。まあ、そこまで気にしなくていいですよ、十分早いんで。で右打ちは必ず V フレ入れてくださいね、これ超気持ちいいから。ムムム、何も起きない、ステイ、これ何も起きないというかね、もう手を離してください。これダメダメダメ、超危ないパターンだから。むむむむむ、こいつ危ねえな、おいやりやがったな。もうベロ一回閉じさせるまで待とう、まだまだ、もう一回、もうお前は今、お前は違う、開いた瞬間に入れば当たりですよ、来い。あー遅い、これ嫌い、これ嫌い、もう一回待とう、もう一回待とう、これダメ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 、よし。あー、まあ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 いいでしょう、まあ、ギリ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 な、どう。いや何も起きない、何も起きない、これ話したい手離したい、でもそろそろうざいって言われる、どうする、どうする、いけるか、当てたでしょ。あーさあちょっと待て待て待て、上位に行ったら万発は固いって言ったでしょ。違う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 、それ一番ダメ、一番寒い。うわー、まあまあオーラの色気にしてください。緑以上だったら割と当たります。割立ってもそんなに高くないですけど、青はもうダメです、諦めてください。転売図柄も重要ですけども、はい、まあ、緑以上、買い出しで当てて 50% 逃すのダメだったじゃん。もっとダメなのはこれ駆け抜けだから、蝶の駆け抜け。ああさあ、まあ残保流の解説できるかいいとしましょうか。はい、残保留4つですけども、残保留は相変わらず転廃すればその時点で大当たりですけども、当たった時は 50% でまた3000で超、うわー V フラした、マジかよこれ、これもちろん V フラなんて3000です、やったって超に戻ります。でもう1個の 50% の方は当てても1500もらって普通のからくりダッシュです。やったぜ、最高、うわやれる日、全回転めちゃくちゃいいんですよこれ。ああ原作が見たい、くーカラクリー。うわイエーイ、一番いいパターンですね。はい、さあ残酷引き戻しで 50% 引きました、いい方の 50%、またフィーバー3000で超からくりなしです。
一番おいしいやつ。しゃあ、いや今日はやれる日だぞ。ああ、これがおまけついて忘れてた、この演出があるんですね。これも今まで引き戻ししたことあるんですけども、全部そのか、あの普通のカラクリ足の方だった。超初めて引いた。これは脳汁出るわ。最高。いや、この新衣装すごい豪華ですよ皆さん。これ去年のモデルなんで、もう売ってないかもしれませんがね、カラクリサーカス打つ際はぜひですね、この天下 T シャツしてください。危ねえ、50、52回転。これ普通のカラクリ足だったら抜けてましたよ。危ねえ。いや、やっぱあの 50% なのよ。大事なのは全然違うからね。1500発 60% ループか3000の 81% ループかですからね。この 50% だけは逃しちゃダメ。さあ今度は行きましょう。ここでちゃんと伸びるところを見せましょう。パパラパラパパー、またなんも起きねえな。一旦発展しよう。だからそこで落ち着こう。開こう一旦。ああ、白緑。一旦発展しよう。ああ、これ危ないんじゃないの？またやった。2連続で。それ2連続さんを引き戻しは無理よ。俺だって。はあ、ああ、息できない、息できない、苦しい。はあ、苦しい。ああ、かか。はあ。よっしゃー、まあ、ブイグラップね。ダルビーカートーボー。よっしゃ、あぶねっぺ、粘った。あー危なかった。うー、いや最高の V フラだったね。さあ次で万発ですよ。万発は行くって言ったんだからね、そこ見したいよね。そこあたり見せたくないですか、そろそろね。なんで今回毎回こんなケツまで引っ張るの。やだやだやだ。あの前半のそこあたりシャンシャンシャンが見したい。さあまた残り10切ってしまいました。そんなわけないでしょもう。あーはは、見せれなかった万発。さあラスト1回転、緑緑、あれ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 、横打ちがあった気がする。あれあれあれプレス、あれキュール、あれ、あー、さあまあ9000発、万発はいかなかったですけどね。まあ、とりあえずでも右に行けばこれぐらいの安定感があるということは見せれました。朝一のスタートダッシュにしては満点だと思います。どんどん行きましょう。パシピー、見せれなかった万発。万発はいきませんでしたが、もう幸先よしこちゃんですよね。ただね、普通の動画ならもう万発資格持ってますから、これ安牌なんですよ。もう安心ゾーンに入ってるんですけど、パチピーは閉店までですからね、まだまだ油断できません。あー、でもあの残酷の V 札の余韻がすげえまだ気持ちいい。まあ、超ラッシュ中のこう超ラッシュループ、あそこはあの後の楽しみということで、今ですね、期待度の数値見てて1個へーっていうの見つけたんですけど、僕2回目のあたりパンタローネだったかな、 VS のパンタローネは3、4、5、6図柄で発展したときはもう濃厚らしいですね。知らなかった。これ面白いね。なんでなんだろう、なんか原作に絡んでるのかな。もう一個あった、見っけた法則。あの次回予告が出て最強 SP 以外のリーチに発展したらその時点で大当たりだって。やっぱ三強されたい、割と法則いっぱいあるな。うわー上手、ラッシュです。三強ギアレインボーは、ってことは 1% だよ。おお、いっぱい引いた、マジで？すげえ！ 3 万分の1、隣の人があの初当たりのいっぱい引きました。びっくりした！マジですか？
やるいいもん見ました、ありがとうございます。ほら気持ちいいっすよね。いやこのねフィーバーからのプチューンはね、みんなを笑顔にする。もう5000発切ったの。まあミドルですからね。いやというよりもパチピーですからね、万発ぐらいじゃね安心できないんですよ。閉店まで打つってそういうことだから。いつもさパチピーでもさ、それで一旦こう万発が出てプラスになってきて、終盤でへこんで閉店を迎えるのがあるじゃないですか。これ朝一から万発が出たでしょ、今ハマり始めてた。これこのまま閉店まで出たらやばいことになりますよ、ね、待って待って、今日はねすごい自分的に推しの台なんで、みんなに打ちたいなって思ってほしいんですよ。今日だけはやめような。最近多かったじゃんもうそれ。多分ね皆さん見てる方も飽きてますよ、そろそろハマり終わりあーみたいなやつ。やったぜ、どうろうよたまには。さあ、こんなこと。さあついにこの瞬間来ましたよ。いきますよ、パチピー。これで持ち玉消失でございます。万発弱があった手玉が一回もあずあたり引くことが消えました。言うたでしょ、だからこれがパチピーなんだから。ただいまの回転数が750ぐらいかな。さあ一体この子どこまでハマって、この後どんな展開見せてくれるんでしょうか。笑えない。さあ伝統のですね777回転7揃いが間近に書いてるんですが、すごいですよ。左側の台が3万発、右側の台が今3万6000発ですからね。まだまだいけますね。今から5万発目指せる。はい、おなじみの777回転です。もう初当て確率も400分の1を下回ってしまいました。今日もなかなかな展開ですね。フランシーヌ様、これでも笑ってくれないんですか。画面の向こうの皆様は笑ってくれてるんでしょうか。一人でも笑顔を取ってくださった方がいればよしとしましょう。さあ再プレイがつきました。ここから現金投資でいきましょう。オートモード、これ先読みだよな。長かったね、追加投資しちゃったよ。持ち玉も尽きちゃったよ。ひっそりだったね。そこのね手のマークも先読みです。913回転、さあ見ましょう。ここでまずおっしゃー、はいブルブル、はいブル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 、3の3でブルブルですね。もう書きましょう。913、6図柄、これが通常だったらパチピーなのに、あの初めて途中で帰る可能性があります。助けてー。早く当たれよお前、ハマりすぎなんだよ。いつもの俺やないかそれ、いつもの非現人やそれ。どうしようもない時に笑っちゃうの俺や。おお3だ、よかった、とりあえず入りました。よかった、背中放流ね、かっこいいよね背中放流。発展中背景赤も 30% だったもんね。これでいろんなとこやっぱチャンスパターン出ますよ。あーかっこいいよな。誰も死んぜ。ありがとうございます。よいしょー。
ンセルフライ。さあ長かったです。913回転、追加投手 9.5本、総投手 12.5 本でございます。サンズからラッシュです。ありがとうございます。大好きスキャネラララララいくぜ。ほ基本的に何でも赤強いからね。なんで解説しなかったですね。何でも赤強いから大体60敗以上。赤堀江もライオンなら60敗以上。これもね、剣の斬撃赤だったらもうそれだけで熱いから、どの演出も赤マッチよ。ああ緑手からよ、行っちゃいましょう。ああブルトレー、おー引きましたよ。ショータイムマサルチュン、マサルそんなにで割と当たるから。久しぶりにこのセリフを言います。セイラライ、はい、何度も言ってますが、ここの 50% ですよ、外しちゃいけないのは。最悪駆け抜けてもいいから、ここの当てた時の 50% だけはもう死んでも取らなきゃダメ。ブーン、あーやった、ついにやった、これなのよ、ここ、ここ、うわーこの 50% だけダメよ、全然違うから、やべー、ここスルーするとね嫌な予感しかしねえ。いくぞー、もういや打ちっぱでいこう。おれよーし、おい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 、いいタイミング、いいタイミング、はい、4回転ならオリは強いんじゃないの。それは超入ってからでした。いけるか、いけるか、いけないか、いけるか、いけないのか、いってくれ。これもナイフが赤だったらかなり期待度高いですけども、魔王はね弱いのよ、どのエースも青は弱いの、赤になったら一気に強くなるから覚えておいて、はい、残り5回転、そうなのよね、何回も当てれる場所ないのよ、やっぱ一発で取ってこないとね、きついのよ、やってしまいました。さあザンホリエで、まあこれが取れるようなのはね、さっきの 50% 通ってますからね、46分の1、残念ということで、またプラマイゼロぐらいまでは戻ってきました。はい、お時間が3時半でございます。あと7時間一体どうなるんでしょうか、お楽しみに。パチピーいつもの俺やないか、面白い展開になってきたじゃないですか。いつ爆発するの、ね、まだこの手のタイプは1日に下山捕まえられればそれでいいんですから、そのうちでかいの来るから、あずあたりさん引けてるやな。ちょっとね、私に提案があります。カスタムのV フラだけ外させていただきます。なぜなら買いラッシュの時にこの V フラが鳴らないとちょっと期待度下がっちゃうでしょ。さらに V フラ鳴った時もブチューンがもう来るの分かってみることになっちゃうからね、もうブチューンを純粋に楽しみましょう。さあ本日4回目、すまんみんな、関が目に入ってしまった、ただ図柄見ただけなんだよ。実は1個 LED 切れてくれ、切れてない、切れてないよ。行くんかい、先を見なし、レバブルなし、全開でいっちゃいましょう。これ3つで全開でだからね。
ちゃいましょう。まあでもこれで最強 SP まで行きます。先読み、レバブルなしです。8回に1回はね当たるんだから、それでそろそろ来たっていいよ。ちゃいます。やっと会えた。今度は僕の番だからね。2点。行けよ連続掃除、あとは任せたぜ。リーチ中のダブルカットみたいな。やだよーバカバカ。なんもね。でれ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 、そうでしょうね。やっぱりね、先を見ればこれ両方ないとね、こうなりますよね。復活、おーいった、本当に復活した。おびっくりした。さあ、復活あたりなんでラッシュです。102回転、レバブル先読みなしでございます。ウフー、いやよくできてるな、やっぱ好き。演出バランスは抜群だと思います。それぞれみんなが好きなバランス人それぞれ違うと思いますけど、俺はこれ大好き。お気づきですか、またマイナス域に突入しますよ。お気づきですか。だよ本当に。正直に言いますよ、正直にね、今の気持ちを。つらい。今日の展開つらい。出て飲まれて、お津様がなくなる瞬間が一番つらい。つらいです。もう通過どーし、ジャスト6時でございます。まあでもどっちに来るかも分かんないぐらいよ今。これ気抜いちゃダメなんよ、閉店まで打つってそういうことだから。疲れてきたからってね、惰性で回したら絶対ダメ。もうこれの台に飲まれるから。よかったね今回大勝ち。あ、先参った先参った。あれ一緒に応援してください。入ったよ。あー、ブルッタありがとう。あー、やったー、ありがとうね、頑張ります。ブルル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 、あー、フルーツ柄出ましたよ、初のフルーツ柄。うわー、下品なオートマータ。先読みレバブルフルーツ柄、さすがに大丈夫だろう。総投資16本です。スイカが 3.5 か、はい、88。よかったね今ね、エヴァね、2人でね、4万発出してったからね、声かけていただいたんでね、ラッキーパワーがこちらにお裾分けしていただけたんでしょうね。上じゃない、そうだね、何とかになる。あー、4つになった。発展先は、はい、フェイスレス。どこに発展しても大丈夫です。よしよしよし、これで初当たり6回目かな。ラッシュも入るでしょうか。6の4です。まだ2つ余ってるからね。今4000発よ。ここまで来たあと1個余ってますからね。
マッキンキンにしてくれるんじゃないこいつ、ラスト1個で。どこで使うの、どこで使うの、ここ、はい、カットイン、あかー、今回、はい、6回目パシャーン。何もないよ、俺に言ってんの、はい、今日はちゃんと掴んで帰りますよ、何をもちろん勝利、はい、勝利を掴んで帰りましょう、こっち行こう、 OK、 これで6の4でございますよ、よし行こう、いやいや、まっすぐ行った、ここはねもう決めたので、ね、カスタムを全部外します、よし、よこさん、よし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 よ、向いて、はい、嘘、復活でしょ、頼む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 、粘れ、ゴン、あーはははは、あかか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 か、ラスト1回転、あー7点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 、あ今7点じゃなかった、7だよね、おー、ファイブライン、よっしゃー、ラスト1回転、粘った粘った、よーし、右入りました、これ本当に2回目、いくぜー、ゼロイヤー、マッチ、よっしゃー、よーし、本日2回目入れたぜ、それで、そしてこれでプラスです、まだ16本ですよ、4000発、1228玉だからもうちょい少ないか、とりあえずプラスです、よーし、いった、いきますよー、バウー、タイミングバッチリ、いや、ここまでのね苦労すべて報われました、このブチュンで、あー気持ちいい、まだ経験しない人はね、ぜひこれ、このブチュンだけでいいか経験してほしい、最高だね、プチュンダーとのバイブが気持ちいいの、うわ、危ねえ、ハマってるよ、50超えたよ、えいえいえい、いくらでもハマれ、さあ60超えたよ、あぶねえ、これ70超えた、あぶなかった、よかった、1枚いっちゃえ、1枚いっちゃえ、はい、79セーフ、いいよ、ここでハマるのはいいよ、あぶねー、まず残方の4回転見守ろう、でここでカスタムを入れます、レバブルアップ、ドイフラ、ここは関係ないですね、まあ一応戻ること考えても先読み終えていきましょう、さあ残り20切ったら演奏きますよ、ここから演奏の信頼度が少し下がります、よーし、とりあえずここから、よっしゃー、ブイフラーセーフティー、ドルミーカートン、おー、はい、アブネットして、やらない、うわ、いやー、やっぱ取れないよね、他の信頼が多少下がろうが、それだけの価値がボイフラにはある、それだけの気持ちよさがボイフラにはある、 OK、 でバブルも忘れてください、この子も気持ちいいです、この子も気持ちいいです、
おお、ね、こたつの猫。あー、いいよいいよ。はい、赤も結構強いんだ、ホーリーが。はい、復活です。ブブブブブブブ、おい、右打ちもね、復活あたり派手ですから。ゾウ来たー、ブルッター。ゾウさん緑でも熱いですけど、赤から赤以上はもう当たりです、はい、今日初ゾウさんじゃない。パオーン、ポンポーン。どうしても万発行きたい。ゾウさん来たー。で、話しましょう。ここで当たってもいいぞ。あー、もうブルッターがゾウさんのドスンドスンのような、うわー、 V フラ回さっても贅沢よ、これ贅沢贅沢。さあ、ついに行きました、おまんぷん達成です。まんぷん、ゾウさんの赤は濃厚でございます。フランシング様、今日初めてお会いできました。あー、綺麗、無表情ね、ツンのデレさんですね。いやー、オッケー、オーケー、乗ってきたー、オーケー、速くなってきましたよ。これ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 、何にも起きない、やばい、これやばい、手止めたい手止めたい、1-0まで行け、あー、手止めたい。ゾウさん来た、よし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 。あー、ブルブルしてますね。そう、ありがとうございます、気づきませんでした。ポーインレー、マンゴー、ほんとに面白いよ打ってパラ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 パー、ゾウさーん、早いよ、ほんと飛びます、オーケー、めっちゃ速くなってきた。よっしゃ、こー自己最高は、18,000発超えていきましょう。やばいやばいやばい、さあ、記録更新はなりませんでしたが、まあ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 、一塊は取れました。さあ、お時間が7時ジャスト、残り3時間半頑張っていきましょう。ハッピーパパラパラパラパー。まあ、やっぱりこの残り時間でもう一回超入れなきゃダメだよね。じゃなきゃ、まずね、超入らないと増えないから、よっぽど早く当たったりしないとしょうがない。頑張ろう。さあ、お時間8時を回りました、今のところ何も起きておりません。で、ちょっと真面目な話をするとですね、超からくりなしに入るのが初当たりの約4分の1ぐらいかな。だから初当たり4回引ける時間がないと、引きを偏らせないと閉店までに引くことができないと、そういう計算になるわけですね。僕の残りのメダルが今13,000発弱、閉店まで打っても今日はプラスが、もう確定はしております。まあ、閉店まで打つのがパチピーですから頑張って打っていきますけども、この後ラッシュが入ったらまあやめてもいいかなってことですかね。でも今言ったのはあくまでもこの理論上のことですよね。ここから打ち続けるとまた一ドラマがあるよっていう、それがパチピーだからね。普通はやめるんだから、やめないとね、こんなとんでも展開になりますよっていうのを見せる番組なんだからさ、見ててちょっと。もうフルカスタム、最後はフルカスタム、ピダーレを飾るのはフルカスタムですよ。どうぞ、万発も切りますから、
回転数が500に近づいております。さあ極め入ったー、しゃー来たぞー、はい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 、さあ久々入ったぞー、エバブルなしよ、エバブルなしもいい、別に呼ぶうち呼ぶうち、プラス3、オーケー8、久々の8よ、ヘイ、ちょっと弱くないこれね、2つ無駄したよ、てい、え、これ弱くない、てい、5と変わらんってこれ、いや信じてあげよう、てい2プラス2、あー弱い、てい、うわ微妙、ここは負けてなさい、どこ行くどこ行くどこ行く、かーはー弱い、諦めるな諦めるな、ダイはやる気になってるから褒めてあげよう、はい、はい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 、いいよいいよ、もういいいい、よしと何、あーバーニング、さあどうでしょう、やばいっちゃうね、勝手になし、どうせいけ、よっしゃ取った476、さあ時間まで通せましたよ、さあ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 、必勝は祈ってくれませんでした、さあラストあたりでしょうか、なりましょう、俺もなるもん、最後は完全告知ないの、うわーない、かーかーうわガメーガメー視聴者の皆様、遅くまでお付き合いありがとうございました。この後少々半裸麻酔へ、お先にお眠りください。閉幕結果発表、いやー予想通りね、めちゃくちゃ楽しかったです。ヒゲちゃんのお気に入り、ピーフィーバーカラクリサークス、覚えておいてください。はい。さあ、というわけで本日1日打ち切りましたけども、投資の方が16本、3648玉、回収が21111玉。ん？そうなんです。ちょっと皆様が見てたことと玉数が合わないでしょう。なんと、あの当たりの後に、速攻でもう一回当たりを引きました。ご覧ください。こちらです。あー、前向きた！前向きた！マジかよ！あらららら、らこれ故意的じゃないけどエンディングに申し上げば来ちゃうやつですか、はい、少々お待ちくださいですね、これ本家22回転急に来たよ、あでもすみません、ありがとうございます、大好きですよ、あそういくらでも喋りますから、僕喋るのがお仕事なんで、ありがとう、たくさん笑わせたまに面白いと言われますけどね、しつこいとも言われます、これはみんなを守るために
逆に熱いだろ、このそのまま当たってもいい、背中僕もあの背中を守る者がいつもいるんでいつもありがとうございます、いつもいつも遅くまで助かっております。ほら、鳴海のステージでしたから当たりました、本日8回目の初当たりでございます。はい、ありがとうございます。22回転まさかのおまけ付き、最悪もう単発でもいいです。なあ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 、最後に来たー、もう一山、よし行けー、おっしゃー、ビーフラービーフラービーフラー、おっしゃー、こっちでしょー、こっちです、セラライ、よっしゃー、3000、いや閉店前にドラマがあんねん、これがマッチペー、これがマッチペー、ブルブルしました、はや、ウィーウィーウィー、直当たり、おー、ブルッター、めちゃくちゃ速い、おっしゃ、ブルッター、ウィンウィンウィン、初めて、よっしゃ、行こう、行け行け行け、おっしゃ、一回転、さあ、というわけで最後に、はい、なんと万発追加されました、またのご来店お待ちしております。イエーイ、タッタラララララ、タッタラララララつって、いやー、びっくりしたでしょ、あの後ね、速攻でネバブル来まして、なんとなんと腸にも入っての約万発獲得、はい、ということで言った通り最終的な回収が21,111玉、定まにしてプラスの17,463玉、久しぶりの超会長でございます。でこれだけのプラスになった要因でございますけども、まずは初当たり、8回引きました、250分の1、相変わらず緑は得意なんです。でね、いつもだったらここまでなんですけども、その他も優秀でございました。ラッシュの突入も8回中5回で 62.5% で、ここからの超からくりラッシュの突入もラッシュ5回中3回、はい、60% で入れているということで、あそこ当てるの自体が 60% じゃん、でさらにその半分の 50% でしかいかないんだから、かなり優秀な数値だったんじゃないかなと思います。でこのラッシュ中の平均の獲得玉数がですね、通常福払いと、ラッシュに入った時に平均8400取れてるから、かなり優秀ですよね。で駆け抜けもひっくるめたラッシュの平均連チャンスも 5.6 連ということで、かなり全ての数値が良かったということで、まあでもね、大事だったらやっぱりストレスフリーなことですよね。で獲得が単発だった時も1500もらえるけど、あの1500を活かせるかどうかって、その本当にストレスフリーなのかストレスがあるかで全然違うから、うん、結局それで投資を抑えられたっていうのがでかいのかなと思います。はい、でその他の数値も、確率以上に全て引けておりますので、まあ、お店の状況と引きが重なるとこれぐらい安定して出る台だなと。で実践中も言いましたけども、結局出玉で一番大事なのはやっぱり超ラッシュに入れた時にきっちり伸ばすことですね。でどうしてもあのラッシュが 60% しかないからさ、あそこ駆け抜けちゃうこともあるから、当てた時にやっぱり 50% で超ラッシュに入れること、入れてから伸ばすこと当たり前でございますけども、ここでしか出玉を増やせる要素はないと思います。なので、まあ、打ち始めたんだったらもう超ラッシュに入るまでは頑張って打ってみてください。はい、出玉については以上でございます。でエースについてなんですけども、先を見ればブル入れてみて思ったのはね、先読みがさ、占有率が約 50% ぐらいじゃない、でレバブルが 75% か、だからレバブルの方がやっぱ多いんだろうなと思ったんですけど、そんなに打ってみたら変わんなかったよね。バチコンで打った時は先読みが絡んで逆にレバブルが出ないのが多かったんだけど、今回ねレバブルが全8回の大当たり中7回絡みました。で占有率 75% って言ってるんだから、それ以上に出た感じだよね。ただ先読みも
さっきを見ればブルね、あれもあの変動、当該変動以外のやつ、あれも入れたら8分の7で出てるんですよ。想像以上にやっぱ先読みも絡むなと。だからバチコンで打った時と合わせたらかなりの比率なんですよね。で本当にこうステージごとに違って 50% ぐらいなのかなっていうぐらい先読みが重要になってくる気が今のところはしてますね。でレバブル除いても8の6あるから、はい、で唯一先読みもレバブルも絡まなかったあたりが1個だけあって、それが運命の歯車予告ってやつだね。白金図柄と鳴海図柄と勝図柄が止まってから発展するさ、あの3人選ぶやつ、あれに行って、でまあ2人選ばれて背中を守る王国行って、最強リーチの閉幕、これで外れた後の復活パターンかな、はい、それで当たったっていうのが1回あったんですけども、だからあの運命の歯車リーチ、歯車予告、あれはラッシュ終わった後もあそこの残歩引き戻しの時もあの演出と全回転しかないっていう話ですからね、ちょっと特殊な演出なのかもしれませんね。まあ、なので演出に関して言うと、まあ、今までの三強さんの先読みレバブルカスタム通りに楽しめるかなって感じでしたね。周りに打ってる人見るとやっぱりその先読みなしのレバブルっていうのもちょこちょこ出てたんで、まあ、ちょっとだけこうアクセントのついた三強のあの2つのカスタムって感じで思っていただければ入っていけるんじゃないでしょうか。でそのさっき言った先読みレバブル以外の演出で言うと、背中を守る者予告がやっぱり強いなっていうのと、あと運命工作ゾーン、あれがねほとんどのあたりにあの絡んでおりますので、この辺の演出に注目してもらえればなということでございます。はい、というわけで今回のパチピーは以上でございます。はい、来月はねちょっとねあんまりどうだよとかってのまだ決まってないし、そんなに大きい記事がないのかな。はい、なので皆様のコメントでこういう台ちょっと古くてもいいや、打ってほしいな、閉店まで打ってくださいっていう台があったらですね、ぜひともですね書き込んでみてください。はい、というわけでまた来月、閉店までお付き合いよろしくお願いいたします。